できました。相変わらずわけのわからないことを言っています。恥ずかしいことないように見えますか？駅でたまに昔の君が懐かしくなります。寿司&天使です。ちょっとじゃあ紹介、メンバー紹介をします。総合企画室の手島です。今日は初めてこの会に参加させていただいて、すごい緊張しながらも楽しみながらなんかこうワクワクしてやれてるかなと思います。
皆さん飲んでますか、飲んでますか、飲めてますか。いいですね、どんどん飲んでいってください。で、ベースが今回の実はこのバンドの目玉主役のツッシーです。ツッシー、こんにちは、初めまして。東京一家のツシマです。よろしくお願いします。そう、私最終面接の時になんかエントリーシートあるじゃないですか。あれになんかバンドって、趣味バンドってちょっとしか書いてなかったのに、最終面接でベースのことしか聞かれなくてこれ絶対落ちただろうって思ってたんですけど、今日中道本部長だったんですけどいろんな縁があってここに今日立てたことすごく嬉しく思ってます。ありがとうございます。で、今日は私の好きなバンドくるりのコピーをやらせてもらうんですけれども、この素晴らしいメンバーと一緒にできてすごく嬉しいです。じゃあ最後は最後の1曲なんですけど、ロックな曲を聴きたいと思います。くるりでロックンロール。ありがとうございました。